というわけでジャニーズシニア、はい、ジャニーズシニアです。シニア、はい、ジュニアっていうのはあの電池の入ったマイクを持てないの、はい、そうかそう、入ってる入ってる、ああシニアなんです。ありがとうございます。シニアだシニアだ。というわけで生田斗真、風間俊介、2人も本当にありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。2人は実際に踊ってくれてた昔、はい、デビュー当時、ね、KinKiKids のお二人のデビュー当時、僕ら当時つかせてもらって、踊らせてもらってました。トーマも風間も全然覚えてたんじゃない、振り、はい、もう何万回と後ろでやらせてもらいました。それをすごい言うのよ。体に染み付いてました。もう忘れるわけ。もう二人でも入ってんのって言ったら、僕たち何万回も踊ってましたよくないな、二人とも。本当に初めて振り写しを、はい、まあ、シニアとして、はい、ジャニーズシニアとして、はい、あの入れに行った時、はい、二人のね、あっていう、あの、あーよくない、あ来たっていう感じの、マジでよくないじゃないですか。もうね、トーマなんて2回イントロ、え、ど、え、うん、ダンドンダダ、え、うん、ドンダンダダ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 、あーえーってやったら、あ、音あ違うんです、それは違うんです。すごかったね、それはやってました。違うんです、先輩方、すごいから、それはやってました、ね、違うんです。俺はもうめったに怒らないけど、この件に関しては音出しマウント半端ない。ちくそ関西弁で切れちゃうよ